裏金問題で自民党を離党した塩谷立衆議院議員が今日地元浜松市の自民党会派などを訪れました。一連の問題について謝罪説明しましたが、長年支援を続けてきた地元自民党はどう反応したのでしょうか。午前11時です。塩谷議員が今自民党浜松にやってきました。神妙な面持ちで浜松市役所にある自民党会派の控え室を訪れた塩谷立衆議院議員。市議らの前で一連の問題について謝罪説明したということです。はい、ありがとうございます。失礼します。今日はどんなお話されました？ご挨拶です。内容としてはどんな？離党しましたというご挨拶ですね。今月23日、派閥の裏金問題をめぐり自民党を離党した塩谷議員。公明党の会派も訪問し理解を求めました。今回の問題で、自由民主党を離党しましたので、そういったことをまたご理解いただくと同時に、今後浜松のためにまた国のために頑張ってまいりたいと思います。塩谷議員は無所属として議員活動は続ける考えで、次の衆議院選挙についても出馬の意欲を見せています。浜松市内にはこのような塩谷立議員のポスターまだ数多く貼ってあります。しかし今後は自民党という名前や支部長という肩書きは使えなくなります。これで対応を迫られるのが長年塩谷議員を支えてきた地元の自民党です。今までのような強い絆ということではないようになるかもしれませんけども、いずれにしても非常に私どもには近い国会議員だと思っておりますので、これからもお願いもすることもあるかとは思っております。自民党浜松としてはこれまで通りのサポートは難しいとしても引き続き連携を続けていくとしています。